ベルベル人の藤原です。4月9日10日、アンドベルベル人でですね、今回ポップアップ、また開催いたします。今回はですね、ちょっと私の方がお付き合いありまして、カイサヴィンテージさん、まあ、インスタグラムでね、知ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、エルメスのジュエリー含めてですね、世界的なコレクターのカイサヴィンテージさんとアンドベルベル人でポップアップをやらさせていただきます。簡単ですが、ね、この素晴らしいジュエリーを紹介させていただきます。4月1日に発売になりました、私の書籍、教養都市のデニム、好評発売中なので、皆さんぜひお買い求めください。よろしくお願いします。はい、僕もですね、本当エルメスのジュエリー結構好きで、いろいろ持ってます。そして僕もね、カイサさんから、何点かねご購入させていただいておりました。で、僕もずっとちょっとお付き合いがありまして、今回、お声をかけさせていただいたら、ぜひともポップアップを、やってくださるということになりまして、これだけ素晴らしいエルメスのジュエリー大放出していただきました。まあ、簡単ですありますが、ちょっと紹介していこうと思います。はい、こちらがね、一応ねブレスレットになります。はい、これがシュロワというね、1970年代のブレスレットです。はい、なかなかねお目にかかれないと思います。状態もね非常にいいですし、やっぱね人と違うちょっとこうエルメスつけたいなって方には、はい、かっこいいですね。自分の手首でもちょっとね、こちら僕の手首少し小さいですかね。はい、まあ男性でもちょっと細い手首の方だと入ると思います。はい、まあこういったね、ほんとヴィンテージ系のブレスレットもあるんです。これなんかもね素晴らしいですね。これ名前がロサンゼルスというブレスレット、こちらは1980年代、そしてよく見ていただくと間に金がゴールドが入ってます。はい、こちらもちょっと僕ので手首結構もう僕腕周り太いと思うんですけど、これ僕でちょうどカチッとギリギリ止まるサイズ感ですね。はい、あとこうこっちから行くと、もうこちらもね大人気、僕もねできたら出してほしいなって言ってたんですけど、トルサードの MM、 そしてトルサードジュリアン、このごついシリーズですね。はい、カイサさんのねインスタグラムでも、手首にブワッといっぱいつけて載ってるインスタが載ってます。あと、この真ん中の種類ですが、こういったキーホルダーも出していただきました。はい、こちらがコーダジュキーホルダーですね。こちら1980年代、ここの丸いボタンをカチッと押して開くキーホルダーになります。なかなかエルメスのキーホルダー、こういったヴィンテージのは、ね、出ないと思います。こちらもブレスレットですが、はい、これもまたねインパクトありますね。はい、このごつさ、ブックルセルエズロンというねこのベルトタイプです。もうこれザ・エルメスらしいねブレスレットだと思います。あとこの辺も大人気じゃないですかね。はい、アレア・ジュリアン、アレア・ジュアン、これは本当にこの大きいサイズです。男性でね、手首ちょっとこうシェール・ダンクルももちろんかっこいいですけれども、人と違ったのつけたいなって方にはこのごつさインパクト大じゃないでしょうかね。あと、まあ、定番ですけれどもシェールダンクル、はい、こちらが筆記体です。筆記体のシェールダンクルで、はい、こちら GM です。 GM の筆記体13コマですね。はい、あとこれ僕もね昔実は持ってたんですけれども、はい、これもなかなか出ないですね。バンドームですかね。これ僕昔持ってたのはこれより一回り大きかったんですけど、これもちょうど僕がちょうど手首カチッ回るサイズです。これかっこいいですねやっぱり。よいしょ、そして、まあ、ちょっとこっちの方、こちらねネックレスになります。
シェールダンクのクレッシェントとか、あとこれもねメンズでも回るサイズけど、ちょっとこれこのクレッシェント女性がつけてもね可愛いんじゃないでしょうか。はい、そして、僕も今回ちょっとね無理にお願いをしました。僕が普段つけてるアクロバット、これはお探しの方多いんじゃないでしょうか。はい、僕ももうこの右の手首にずっとつけておりますが、やっぱりかっこいいです。ここカチッとね止めるのと、アクロバットはね一個一個コマが実は外れるんです。はい、アクロバットのよいしょ、こちらが、MM か GM はねかなりでかいんです。この MM は僕と同じサイズですね。スペシャルです。そしてカイサさんにもともお話をしたんですが、はい、こちらがグレンデシャン、グレンデシャンも今回放出いたします。これも僕の手首で回るサイズなのでメンズの方つけれると思います。グレンデシャン、9日10日となんですけれども、13時オープンになります。ちょっとねお並びが出る可能性があります。でお店の方はですねこういったまあ、コロナの状況もありますので、ご来店いただいて、まあ、並んでいただいた順番ですが、ちょっとお二人ずつになるかもしれません。ちょっと人数制限をさせていただくと思います。あと、品数もなのでお一人様、2点までのご購入という形で、今回は、お客様の方でちょっとお願いしたいことの一つになります。それでは、9日10日ご来店お待ちしております。